時計だったらパテックフィリップ。車だったらロールスロイスを所有するような感覚というふうに言われています。ライカの時計をライカのカメラを所有するという感覚はね。それでなぜライカって言うでしょう。ライカってドイツですから。はい、うん、でなぜそんなにライカをこんなにみんなが尊ぶのか。ね、これはね、はっきり言ってロレックスよりもすごいんですよ。ライカはね、今まで出したカメラの部品すべて所有持っておっしゃっちゃう。つまり絶対直せると、そのよっぽどのあれよ、ベトナム戦争であるとかさ、要は戦地に今やったら戦場カメラマンとかいう言葉があると思うんだけど、そういう人たちのお供がライカやったけん、銃弾をライカで避けて煮込んで撮るとかいうような言葉も残ったりするっていうぐらい丈夫なんよね。でよっぽどそんな、よっぽどなんかこう何戦場でそのもう燃えてしまって灰になったみたいな状態だと、その復元無理、使える機能は無理なんやけど、そうじゃない限りは普通だと修理が可能なんですよ。全ての部品を全部残し持ってるというすごいメーカーやね。それでなぜライカというかというと、ライツのカメラ、ライツ地方というライツというその土地があるわけよ。ライツのカメラだけライカというとおりだけなんかそこの地名と商品が合致した名前なんですね。こんなに強いものはないですね。ということで、なんていうかな、伊達にライカと言ってるわけではないということですね。だけアンティークカメラとかその往年のカメラでファンっていうのは、それこそ昔は明治時代やったらカメラ一つで家が買えるぐらいの値段やったじゃん。それこそ500円から1000円で一軒家が建つっていう時代ね。その時に800円かなんかやったらしいけん、その頃ねっていう家が一軒建つカメラだったんですね。さてそれでこれが本当にいけるの、映しても仕方ないですね。これクローズアップレンズつけてみました。はい、ちょっとこれでしばらく試してみたいと思います。水野さんありがとうございました。ということで、ちょっとどうなるか分かりませんけど、使ってみます。今、これをビデオカメラに装着しています。使い心地はまだ分かりません。例えばですね。だからピントをどこで合わせてセッティングするかみたいな、そういう話になっていくんだと思います。ちょっとまだ。したくないですね。爪が汚い。